皆さん、おはようございます。嘘のような、本当の年末スペシャル、お届けしたいと思います。チャガンジュ、今年一年、いかがでしたでしょうかパーソナリティ、土井秀人と、この年末、東京から、あるある。 ドクタースイソボトルの北条正弘さんです。おはようございます。はいおはようございます。いやいやいや一年早いいろんなことがありましたですね。ねねこの年になるとね一年が三日ぐらいに感じるようになるんですよね。うん、いや本当ね、うん、大丈夫か俺たち、ね、っていう五十九歳があ六十を迎える年もね,ねもうもうねカウントダウンで <laughs> やっ 私もね数え年で言ったらもう61歳ぐらいになっちゃうと思いますけどね, <laughs> ね本当にねリスナーの皆さんにもねいろいろ楽しんでお聞きいただけたり少しねためになったりお便りもいただいてますけれども、ね、この年末にふさわしい、えー、スーパーゲストさんをお迎えしておりますけれども大阪から、ね、先週に引き続いてバンドミヤさんですおはようございます。 けどね、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますなんとねあの紅白の出演をキャンセルして今日来てくださってるんですようわーそうなんですねだってこの後沖縄那覇空港から戻っ って、いや、やっぱ間に合わないかな。結構リハーサル早いんですよね。うん、お昼前からね、やりました、はい。ありがとうございます。<laughs> 何者だと。<laughs> はい、ええー、もうなんかね、いかにも、なんか、お着物の世界がという、もう。お名前からして、坂東、はい、さんは。この道に行くんだと、実は。少女の頃から思われたんですか。 そうなんですかね、小学校の頃からずっと着物生活です。あの家族も、はい、本当です。はい、母が、あのお茶とお花なので、ずっと着物でお茶会とか。連れて行かれました。いや、いや、いや。結構なお手前でってやってたんですね。もうね、不似合いなんです。私本当無理、無理なのに、仕方なく。 ございいませんですねはいはいえー、そんなね番組の先週ねなか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 本当に喜ばしいその「ドクター・水素ボトル」との出会いのお話で、はい、ねえー、血管がもういっぱい見えるようになってしまい体温が上がりあの具体的にねあの改めて年末なのでねあのお伝えしておくとそのまあ 大きな機械でもないんです、皆さんね、本当にペットボトルの普通に買う110円から1五六十6 0円の、ね、ペットボトルのサイズあると思うんですよね、その軟水を、高度六60以下の軟水をそのドクター水槽ボトルに注いでいただいて、スイッチを押すだけです、ね。持ち運びも簡単ですし、ね、血流を上がる、ね、よくするので、えー、いろんな そんなね、ええー、良いことが起こるぞというものなんですがねワンドさんその出会って具体的に、はいうん、あのー、まあ肝臓移植をねされた後、はい、具体的にこの3年間で変わってきたことって改めてはいもうほんとにあのー、何度も何度もこう実は手術を繰り返しておりまして、はい、透析を6年したのでその透析の時に 病んだこうものっていうのが、ちょっと弊害がありまして。うん、で、副甲状腺というものが、あの、透析をすると。取り除けるものがやっぱり、あの、人工腎臓なので。あの、鉄分とか残っちゃうんですね。それが石灰化されて血管に、こう、ついて。血管がこう、狭くなってくる。で、それが、あの。結局取らないといけないと言われたんですけども。手術すると、大きな手術で首を切るんですね。 首を切開するのでどうしようかなと思ってその時に声帯がもしかしてもう声が出なくなるかもしれないという同意書も書かされてあの依存だんですけれども次の日には喋ってました元気であのよく何でしたっけ被爆をしたとかねチェルノブイリの地域の人たちの、ねはい、子どもがこう甲状腺手術してってやった、はい、ああいう感じですかはい 副甲状腺って言って4か所あるんですけども3か所取って今1か所しかないんですけれどもフィルターとして1つしか残ってないってことなんですね、うん。副甲状腺を取ったんですけどもこう首端から端まで切ってるんですけど全く分からないんですね縫い傷がそこに溜まっちゃうんですねはいでそれを取ったんですけどもその取った後も薬があったんですが全く飲まずに今水素だけで全然いけてましてすごいですね はいまあ、透析中のシャントとかの跡もありましてそれを閉じないといけないという手術もありましていろんなことを、まあ、あの超えてきましたがあとあとのしんどいこととか辛いこととか痛いこととか何もなくて、はい、だから本当に元気で過ごさせてもらっているなって感心します。はははいい <laughs>、まあ、あさんんの場合は透析中には水素吸ってないんですけど、はい よくあの聞かされるあのお客様からの声で言うと透析をやりながら水素を吸うと本来は例えば透析が終わった後のその日っていうのは結構動けなくなってダメになっちゃうっていうんですね、はい、そうです,そ,うですうそれがもうだるくてなっちゃうんですけど水素をを吸いなががら透析受けると体だから終わったらそのままバーッと出てて。はい その日の活動が始められるから半日得するんですって水素吸ってるとってあの人工透析ねこれおつらいじゃないですか、はい、それなんでそんな元気になっちゃうんですかねもう単純に、ね、あの RO 膜っていうね特殊な膜でそのいろんなものをこうフィルターにかけて、まあ、変な話おしっこでもね そのアロー膜を通すと飲めるぐらいになるんですけど、うんうん、逆に言ったらそこに必要な栄養素とかいろんな成分があるんですけどそれごと全部取ってしまうので体としてはそのすねうその方々がなぜか水素を吸いながら透析をやると体が楽になるっていうみんなおっしゃるんですよ。 し,てしまうんですかね洗い,洗い流してですよねそうですそダイヤライザーっていうと自、ね、分あの人工腎臓器が横にあって、ね、結局血管にあの2本針を刺して、うん、一本で抜いてで入れてそこにダイヤライザーできれいにして元に戻すっていう行為を4時間はするんですねでその4時間の間にやっぱり血管があの水を 含んでしまうので、あの太くなってしまって、あのまい、あ、ったら水が含んでんまぶよぶよになるっていう言い方分かりますかね。それがどん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 4時間後はもう血管が細くなっていく。水を抜かれてしまっているので、なので張りが血管が細いので当たったりするんですね。それ痛いんですね。そういうことも含めて、いろんなこう。あの血圧が下がったりとか。 いろんんなこことが起こるんですけども私も6年経験して私がとにかく元気そうなので私を訪ねてくくるる人がたくさんんいらっしゃるんでするど,でどうしてそんな元気なの透析年してたよねとかすごく聞きに来られる方がたくさんいらっしゃってそれでこの間も来た方がその不腫で、まあ、腎臓悪い人は大体むくむんですね<ー>足がもうパンパンにむくんでネフローゼの方もそうなんですが、うん、みんなこうあの すすごくむくむみまま足がパンパンンになりますでそれであのこの間来られた方は長靴で来られたんですけども長靴にあのが脱げないぐらい足がむくんで大変でしたところがその水素を吸ったら本当にあに足が縮んで「もうすごい変わったんですよ」って言ってえそ,それはどれ,どれぐらい吸入されたんですか 毎日吸われていてい結局透析導入になってるんですけれども透析中に水素を認めていただいて吸ってるんですでそしたらもうすごくむ,むくんでるのが全部なくなったので。 すごく細く細ななられてて長靴がブカブカカになってそれであのダイヤライザーを通るあのがホースなので見えるんです血液が流れるのがそれがものすごくサラサラで早いっっておっしゃるんですねそういう光景って私自分では見たことないのでもう16年前のことなのであのその時に水素とは出会ってないので,で今その方のお話聞いてたら「本当にびっくりするんですよ」って言って「今度ビデオ撮ってきます」っていう。 お話をしてくれ、てくださって,いて。見てみたいです。もう、すごく元気になってるんですね。驚くぐらい痩せて。もうだから、みんなむくんでるだけで、えー、あの太っているのではなくて。ただの浮腫なんですね。水が溜まってるだけ。なので、それが抜けると、もうすらっとされて。もう別人のようになられて。この水素すごいわって言っておられて。このイメージすると。女性。男性なんです。はい。そうなんです。 お仕事でその長靴を履いてらっしゃるお,あのお仕事をされていて長靴から足がむくんではみ出ていて脱げないぐらいパンパンにむくんでいたんですね。あ,あの方。はい。 私お会いしてるすごくハンサムにっていうか購入される時はお会いしてますけどそうです補助者は常にお世話になって透析でねするといいですよって話してたあそうですねよかったですね透析もいい場合があっての本当にむくみが取れて血液がきれいになって元に戻ると元気になるんですねすよね。透析されて元気になってる方もいっぱいいらっしゃるしまた私が受けてる時と今とは薬がまた変わっているのでそんなに黒くならない方もいらっしゃるかもしれないし し、うん、まあでも本当にあの私を見て訪ねてくる人は結構いらっしゃるんですね。不思議と元気になってるみたいな。はい。そうです。はい、でも良かったですね。はい、そうなんです。別人です。はい、いろいろとね、はい、この後もお話を伺いたいと思います。一旦支援入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社電話番号03「0335272211」はい嘘のような本当の和「は」。 ということでね、1年間大変お世話になりました、パーソナリティードイヒ秀トと東京から w o イストドクター水素ボトルの北条正宏さんをお迎えしています、ね。大阪からは先週に引き続き、年末の締めにふさわしい演歌歌手、あ、違うか、えっと、着物のね、置きつけ師、坂東美皆さんお迎えしておりますけども、<laughs> でもね、坂東さんお尋ねになれる、はい、そのまあ、お知り合いやね、ね、聞きつけて、 ご様子をね。はい、その方も本当良かったですね。そうですね。ね本当にあの来られてくる,る方は、皆さん、私がもう1番大変な時を見られているので、はあ、今は私のことを別人っておっしゃるんですね。はあ、はい、もう本当に顔色も良くなってますし、はあ、あの黒い時もあったんです。やっぱり同席中は？ ほじさんなんかいつもね、あの、リアルにそういう体験をされてる、私もこうしてね、はい、あの、ゲストでお迎えした方々が、あの、6年間ね、寝て伏し,してらした男性だったり、はい、今日のの坂東さんをね、お見受けしても、もう、そんなご苦労があったとは、<laughs> なんかね、<ー>もう全く覚えない。 ね、状態で、はい、本当にこれいつもいつも思うんですよあのテレビ番組じゃないのは残念だな,と,残念なのと思うぐらいねにこやかでいらしてなんですがか,、ねはい、かつてはね<ー>その生ものがねだめですっていう、ね、ことをお話しされててね卵のなんかね緑色のやつとか一つ800円の生,まま生卵を食べて救急車で運ばれました。<laughs> すごく800円の卵で美味しいんですけども、うん、あの洗浄されてない卵なのでサルモネラ菌がいいていたんですねそれを割った時にその菌が混ざっていて敏感においし,、ね、しいんですけど、うん、周りはみんな食べたことないって美味しいんですが、うん、私だけがうなされて救急車で運ばれて免疫力落としちゃってる、ねはい、意識までなくしていうことも経験しました。 はいね、さっき言った、ね、上野なっちゃんなんかもね生肉は食べれませんっつって以前はね今は食べれるんですよ、はい、かつてはね生肉だめっ,って言ってました、はい、かなり強くなりましたねここ3年で今までとは違う強さが <laughs>、ねまあ、お,お会いしていた時には結構ねデリケートにすごくこう、はい、気を使われていらっしゃったのはねそうですよくされ話されてましたけど。本当に はい、<ー>それダメなんですこれもダメなんですって、うんはい、お断りししてましたあのちなみになんですけどね、はい、このラジオを聴きの皆さんのためにその手軽なね本当 そスーパー高濃度のドクター水素ボトルに、ねえー、ガスを吸入されて、ね、皆さんガスって言ってもあの都市ガスとかあのプロパンガスの匂いしないからね <laughs> ちなみにねあのそれも時々質問 <laughs> いただくんですけどいやいやいや何も感じないけどっていうドクター水素ボトルどれぐらい一日に吸入されて来られていますかい私は一、うん、日車で仕事に出ることが多いので。うんうん その間の時間を吸っています。うん、運転中に。そしたらあの三、ー、十分ぐらいすぐ時間が経つんですね。そうですね。はい。だからトータルで言ったら二時間ぐらい。はい。それをもうだいたい三年ぐらい。そうですね。続けてらっしゃって、ねはいはい、こんなにも変わってしまったと。もう回復力がすごいですね。疲れとかはい。私昨日も徹夜で来たんですけど、はい、全然元気です。 週2回ぐらい徹夜して今徹夜してて持ってきてます。カバンにいつも入ってる。カにいつも入ってる。大阪から沖縄も旅して。空気の中でも撮てました。昨日ね実はあの夜遅くっていうかまあ夜中まであのラウンドワンであのボーリングやってたんですよ。ボーリングあのカラオケ大会だったんです。めっちゃ元気です徹夜明けからのすごいクリスマスボーリング大会。 ねえなんかどんどん若くないのに体は元気になっていくみたいないや,いや,いや、ね、えあの若返ってる感あるんじゃないですかり,、ね、ありますよね。ありますよね、えー。せっかくですので坂、ね、東、えー、さんのところに訪れる他の方のお話ちょっと CM 明けにまた頑張るあなたを応援する「ドクタースイソボトル」。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO e a s t 株式会社、電話番号 1,、はい、1年間お世話になりました、嘘のような本当の輪。 ということでね土井秀人と、えー、ドクター水素ボトルの本生正弘さんをねお迎えしております。ということでね、えー、バンドの皆さん本当に数々のねご苦労とエピソードをお持ちでいらっしゃるんですけれども他にもなんかねそのよくよくご存じ坂東さんの昔をご存知だった方がね久々にお尋ねになられたりする中でなかなか不自由されてたり。 はいうん、そういう方のお話とかもしれあればすごく多くて、うん、それであのやっぱりご病気の方が大半で訪ねてこられる方は皆さんご病気ですねで、まあ、私身内の話なんですがあの、まあ、ごく近しいあのまだ、あ、いががんになりましてそれで、まあ、末期を迎えたんですけれども余命がないってちょっと言われたんですけれどもあのもう3年経つんですが。 毎日水素吸ってたらあの仕事も休んでないんですねずっと普通に仕事してるえ,えっ余、と、命、ね、はもうないですよのマッキーちょっと宣告されたんですが末期、うん、の末期でしたよねもうね本当,本当にあの<時>全身っていうか CT 取ったらみんながんだったみたいなところだったんですけれども仕事復帰されてるんですか 仕事ほんとずっとしていますはいじゃあ年末スペシャルいきますよご <laughs> 一緒にせのういいか。せーえその3年前にお医さ様からそこまでね、はい、宣告されてとにかくすっときましょうって言って一生懸命吸入されて、はいい日すってますうん、うんはい、<laughs> そしたらはい、はい、普通です <laughs> ずっと普通です <laughs> おかげさまでもう毎日元気なのを見てほっとしています。すね僕もな何度もこれねあの番組中に申し上げてしまったことかもしれないんですが悪玉ね活性酸素というふうに言いますけどもそのがん細胞を溶かしてしまうんです水素の力。 えっとですね、まず1つはがんで亡くなる方、うん、あのよく芸能人で、ね、亡くなったってんんでですすってあんまり言わないんですよ、うん、どっちかっていうと、ね、多臓器不全っていうんですけど多臓器不全っていうのは多くの臓器が不全に陥るっていう状況ってことなんですけど結局炎症なんですよ。だからがんは炎症を引き起こして体の血管を詰まらせて、うん、最後亡くなっちゃうっていうことでいってしまうわけですけど。 一つはその炎症をすごく水素は和らげる血管を広げるものですから詰まりを取ってしまうっていうことがあるんでご本人は非常に危険な状態なんだけど水素を吸ってたらなんとか持ってしまうっていう場合が一つあるんですねそれからあとはやっぱりあの免疫細胞がものすごい体温が36度8分を超えると NK 細胞キラー細胞 T 細胞こういった免疫細胞が一気に働いた 結果と思われる、まあ、東大が腫瘍、えー、細胞の縮小ということを認めてますのでねそういうことを、えー、起こしているということでその2つの理由からがんの症状がある程度抑えられたりとか消えちゃった人が出てきたりとかもちろん全部が助かるっていうことももちろん言えないんですけどそういう方がいらっしゃるっていうのもこれまた事実なので。 まあ、あのまだ、ね、完全に確立されてませんからあの臨床という立場でしか言えませんけれどもそういう方もいらっしゃるだからお兄さんの場合なんかねもうあとどれぐらいでしょうかみたいなそんな状況でご相談を受けてやれることは何でもやりましょうって言って水素を徹底的に吸ってもらってる、はい、がもう3年以上、はい、真面目に吸ってます <laughs> お医者さんがよくびっくりしますよね。 ねね、だからねあのこれに加えてペット検査をやっていいですかとかね言い出すんですよなんで消えてるかがわからないいやそれとかね<お>抗がん剤効きましたねっていやこの前まで全然効いてないんですけどみたいなまあいろんな要素があるのでねその一つがってことよりもまあでも結果的にねそういうふうになれば皆さん嬉しい話で別に何がっていうのはどうでもいいんですけど水そもそも一つのお手伝いをさせていただいてると。 ということですね、えー、なんかね本当に、あのー、ほのぼのと嬉しくて出会えてよかったもうね毎週申し上げてしまうんですけど本当にに朗らかな、ね、ご様子をゲストさん伺うと「過去がどうであれねそれこそ嘘でしょう」なんて言いながら笑える毎日、はい。ね一1年間東条さん一週ねいろんな方にお会いしてお聞かせいただいたんですけど。 どうでしたかこの1年。何かうっそうコレクションをちょっとやってみたいぐらいね <laughs> みんながうっそ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 ってでもいいかもしれないですけど <laughs> まあとにかくねおかげさまでこのアーカイブですら千数百回の再生が起こってんのもあったりしてね。 なか,なか、ね、他のアーカイブ見てるとあの5回とかねいう中で、ね、この番組、中には 1000, え1000回超えの再生もあったりして本当にあのいろんな方の、ね、お役に一、まあ、つのね参考というかね,うね絶対そうなりますじゃなくてあの参考としてうあこういうふうになったらいいなということであの水素を吸っていただくきっかけにつ、ね、ながればいいなって思ってます。確かかににねこればっかりは本当に出会っ てていいただいて自身がねこの喜びを感じられる状態になって初めてこんなのあるよーって言って広がってってね思いますね、はい、うん僕なんかでも1年振り返るとねあのー、その姿勢クラブだったり土井さん怪しいね 水素ボトルが怪しいいじゃないです,かですか、ね、僕が怪しいから <laughs> え、土井さんのこの話とか聞いてあってさって疑われてたんですけどいざお手に取られてねご購入されると、はいはい、ごめん。 撤回とか言ってくるこの前もね <laughs> あの人にまだ言ってないじゃんなんていう会話になってましたよね <laughs> 新生の人たちとねそうそうそう本当に、ね、あの話になって喜んでいただく方ばっかりでね <laughs> 本当にいろんな方との出会いをいただき嬉しい限りですね本当にあのリスナーのね皆さんも何よりやっぱりご自身のね、えー、体それから、えー、その方にだけ僕もねあのよく申し上げてるんじゃなくてその方が生まれてきたってことは お父さんやお母さんがねいたり、それからご兄弟がいたりじゃないですか、ねそういう方々に、あれ、ちょっと辛い、ずっとね、病院通っててっていう人がいるな、なんか腰が痛い、肩が痛いって言ってる人いるな、ねそういう方々に、ちょっとこう、バトンをね渡していただけるような世の中になってくればなっていうのは、ねだって、ね、あのバブルさん、自分のことばっか考えたらね、はい、人ってね。 いやもう本当奇跡でした。<ー>はい、もうたくさんの奇跡を見せていただいてます。うん、ね、はい、本当に良かったです。本当ですね、はい。ありがとうございます、うん。その奇跡はやっぱりね、そういうふうに信じていただけたりね、うんご自身があのいい方に向かってった時に、うん誰かに渡してあげたら。 いいと思うんですよねね本当に、ねうん、あの世の中がそういった気持ちで溢れるようになりますようにというとね、はい、あの大きなお話になりそうですけど身近に一番大事なものは僕はやっぱり健康だと思います。はい、ねはいえー、北条さんも本当に沖縄に、ね、大好きだから1週間とかねいたりするんですけどいろんな各地飛び回っていろんな出会いがあったと思います。くくりの <laughs> 姫の言葉でもどうですか毎回ね、<laughs> いろんな方に出ていただいてますから、本当にあのいろんな方の応援ができるように、また頑張っていきますのでよろししくお願いしますはい、来年もぜひね、嘘のような本当のお話、よろしくお願いします。ありがとうございました <laughs>